そんなことをしてこの方に何か得があるのでしょうか。なんかもう面倒ですね。ここにいる大人全員お亡くなりになれば弟に伝わることも。なるほど、私には分不相応な場所だったようです。無理ですよ、私家事はお片付けしかできませんもの。なるほど、これがもてあそばれたというやつですね。弟のためにも職場の人間関係は良好に保たねば。故にパーティーを欠席するわけにはいきません。あれがきっと普通なのでしょうね。弟は私にあんな風になってほしかったのでしょう。だから安心して。大変恐縮なのですが、息の根止めさせていただいてもよろしいでしょうか。